ICE クロスインフィニティ選手権試合30分一本勝負、チャンピオン藤本司 VS 挑戦者雪日麻耶。はじめに青コーナーより挑戦者雪日麻耶選手の入場です。アイスの黄金カードがおよそ1年7ヶ月ぶりに実現です。思えば去年2月雪日麻耶はアイスリボンに反逆し、この1年中堅の奮起を促しながら団体の底上げに力を注いできました。でも今回は違う、正真正銘自分のために戦います。チャレンジャー雪日麻耶の入場です。今までずっと追いかけてきたベルト、しかしそれは今自分自身を高めるためのベルトに変わりました。リボンタッグのベルトを腰に巻いています。藤本の思うようにはさせない、そして何よりもう藤本の背中は見たくない。春を迎えた東京で雪の時代がまたやってくるのか。リボンタッグチャンピオン、チャレンジャーとしてリングに立ちました雪日麻耶です。王者藤本が見据えるのは1年越しの悲願であった故郷宮城での凱旋興行、故郷にベルトを持っていくことが一番の目標と強い決意を抱いてリングに向かいます。チャンピオン藤本司の登場です。雪日との決戦はアイスを導いてきた2人による特別な戦い、それに勝って地元凱旋、藤本の気持ちは固まっています。目指すはシングルタッグの2冠、アイスの15周年イヤーに象徴が輝く、故郷に感謝と元気を、そしてベルトを、チャンピオン藤本司リングイン。返り咲くか反逆の女王、チャレンジャー雪日麻耶。赤コーナー選手権保持者取締役選手代表ビーナスシュン、藤本司さん。アイスの象徴、絶対女王、チャンピオン藤本司です。 ICE クロスインフィニティ選手権30分一本勝負、藤本司2度目の防衛戦。挑むのはおよそ2年前藤本からベルトを奪い、その後アイスのエースに上り詰めていった雪日麻耶であります。およそ7ヶ月ぶりの王座返り咲きを雪日は目指しています。さて松川さん、はい、今後の流れを左右する大一番ですね。そうですね、まあ、今年ねアイスリボン旗揚げ15周年イヤーですから、はい、まあ、その主役を奪うという意味でもこの一戦の結果大きいですよね。チャンピオンの藤本は 4.18 宮城県利府の凱旋興行へ2冠王で行くと宣言しました。この後 4.11 川口大会でつくしと組み、雪日尾崎の持つタッグ王座に挑戦することが決まっています。まあ、その青写真通りに行くかどうかというところですね。そうですね、まあ、ここでね雪日選手シングルベルトを奪われるようなことでもあれば、うん、もう、ね、顔向けできないと言ってましたからね、はい、藤本は今日の防衛戦から宮城での凱旋興行まで燃え尽きると期する思いがあります。で、まあ、やっぱり藤本選手に、ね、燃え尽きられたら困っちゃうわけなんですけども、まあ、そうですよね。それでもまあそのぐらいの覚悟でやると、まあ、やっぱり去年がこのコロナという、まあ、こうアイスリボン以外も含めてですけど厳しい状況の中で、
まあ、藤本選手がリング内外で果たした役割って大きかったと思うんですけど、まあ、それがこの今年15周年というところで、自分のため、まあ、聞いてまあ具体的には凱旋興行今なら行くと、2冠で行くと、まあ、その誰かのためじゃなく自分のためになった藤本司というの強さですよね。まあ、それがあの1月のベルト大会にもつながったんでしょうし、まあ、そういった意味では一方の幸妃も、まあ、去年はその中堅の奮起を促しながらこの団体の底上げに力を注いできました。まあ、ただこの藤本司との戦いは、まあ、自分のためですよね、これもね。そうですね、まあ、幸妃選手もこの1年半逆でこう底上げした結果、まあ、実際成長が見られたという中で予期せぬタイミングながらも藤本選手から指名を受けたことで自分自身のためという形で戦えると。まあ、でも反逆をしたことでさらにスケールアップした幸妃摩耶と藤本司の黄金カード、過去ない濃さになるんじゃないかなという気がしますよね。藤本は幸妃について、幸妃が中堅を叩き上げてくれたからアイスはここまで来れたと幸妃のこの反逆の行動を評価していました。幸妃は去年8月の横浜分隊で鈴木鈴に奪われたベルトを藤本から取り返して、およそ7ヶ月ぶりにアイスの主役になるつもりです。まあね、幸妃選手にとっても当時17歳の鈴木鈴に厳しい形で当たって、はい、当たって彼女が成長してベルトを取った、まあ、ただ幸妃選手にとっては悔しい結果だったでしょうからね。まあ、ここでベルトを取り返して15周年イヤーの主役に、ね、幸妃選手がなってもおかしくないですからね。そうですね。チャンピオンの藤本は1月にその鈴木鈴からベルトを奪い7度目の大冠を果たすと、2月の後楽園大会で山下を破り初防衛、今日が2度目の防衛戦です。さあ、まずは慎重な立ち上がりであります。お互いに慎重に探り合っています。リストの奪い合い、藤本がリストを取りました。この辺のでもじっくりした攻防というのが、はい、このフルタイムドローに終わった1年7ヶ月前の戦いをちょっと思い起こさせるようなところがありますね。そうですね。まあ、当時危険な攻防、はい、こうハイレベルな攻防というのがこう行きかけてた流れで、中でこの2人がレスリングでもこれだけ見せれるんだよという試合を見せたタイトルマッチだったんですけど、なんかそれをこう彷彿させますね。まあ、純粋なこの腕の競い合いのような展開になっています。足を取っていったのは幸妃です。両者のシングル対決は通常ルールでは6回目、藤本の3勝1敗1分けという結果が残っています。ただ前回は今お話にありましたようにドロー、その前は幸妃が藤本から王座奪取と、まあ、今2人の差はほとんどないと言ってもいいかもしれませんね。そうですね。まあ、そういう意味では藤本選手的には勝ち星がない状態が2試合続いているということなんですね。そういうことですね。まあ、負けっぱなしでは終われないと藤本も話していました。ね、はい、なんかこの人の負けず嫌いはやっぱ半端じゃないですからね。本当ですよね。対する幸妃ももう一度この藤本を完全に超えるという気持ちがあるでしょう。藤本に挑む姿勢ばかりではなく互角にやり合いたいと思いを語っていました。まあ、本来、まあ、客観的に見るともう並んでるんですけどね。そうですね。そうやって気持ちの部分でこうさらに上を行くっていうのが、まあ、幸妃選手らしいですよね。そうですね。おっと、ここは巧みにリストを奪い返しました。およそ1年7ヶ月ぶりの2人のシングル対決、今どちらが上なのか、それがはっきりします。また腕をねじっていきます。さあ、藤本がロープへ走っていく、トンボを切った、そして投げを打っていきます。この辺りは華麗な網のこなし、足を払っていく、ブリッジで立ち上がってくる、キックはかわしました。いや、見応えありますね。いますね。レスリングの攻防だけこれだけ見せるわけですもんね。楽しいと今藤本が思わずこぼしました。このやり取りもこの2人ならではという感じがしますね。まあ、知り尽くしている2人だからこその楽しいという言葉だったんでしょう。幸妃は以前はこの藤本に対して意地でぶつかっていた、でもこの1年半で自分の戦いが出来上がってきたので以前とは違う戦いになると語っていました。
まあ、ユキも自分のスタイルを完全に確立しましたよね。そうですね、まあ、かつてのスタイルに加えてこの反逆での荒っぽい部分っていうのも加わりましたからね。そうですね、まあ、そのあたりが一番この前回とは違う部分かもしれません。サッカーボールキック、共にキック得意としています。レスリングの攻防から意地の張り合いになりました。藤本が悔しがります。意地でもこの同じ技で返していこうという、しかしそうはさせません。ユキヒ、藤本のペースにはさせない。お、ユキヒが自ら座り込んで打ってこいという姿勢です。おっと、その蹴り足をキャッチしました。ユキヒマヤ、この辺りユキヒの一流の駆け引き、この辺のしたたかさもやっぱこの1年で身につけた部分かもしれませんね。まあ、あえて石の張り合いに持ち込むかと思いきや、その蹴り足をキャッチしました。ユキヒマヤアンクルホールド、やっぱり藤本の司にとっては機動力というのはね、こう試合を組み立てる上で一番大きな武器ものですからね、まあ、そういう意味では足殺しというのは重効果的ですよね、はい、その足殺し続けていきます。両足を殺しに行きました。そして腰へ膝を落としていく、先ほどバックブリーカーを食らわせた腰。足を取っていきます。両足を折りたたんでいい体勢になりました。ユキヒマヤ、ユキヒマヤもグラウンドの完成技、決める技持っています。アイシキルバックトライアングル、こういったフィニッシュホールドも持っている。さあ、これは変形のサーフボードストレッチです。これまで見せたことがない技のような気がしますね。ユキヒもやはりこの藤本司、手の内は知り尽くしているとあって、今までにない引き出しを開けてきます。ここは得意としている一つ、サソリ固めシャープシューターです。いや、ユキヒはさすがにこのチャンピオンを長い間経験してきただけあって、試合運びがこの王者のようですよね。あ、本当ですね、藤本選手は、ね、なかなかペースをつかみきれませんね、はい、ちょっと藤本司の動きが止まりました。ユキヒが巧みな試合運びを展開しています。走り込んで2ストライクが空を切りました。おっと、ここでエースクラッシャーいくか、あー、いったー、エースクラッシャー場外にユキヒを落としました。これはかなりデンジャラスな攻撃ですね。まあ、ただこういう思い切った攻撃をしないとこのユキヒの上へ行けないというね。そうですね、まあ、逆に言うとね、お互いの信頼関係があるからこそのこのデンジャラスな攻撃ということですよね。藤本反撃開始、トップロープ、ミサイルキック、ミサイルキック、これも強烈に決まりました。10分が過ぎました。藤本の2度目の防衛戦です。切り返しになっている、くるくるっと回って、おお、ここから万事固め藤本。この万事の入り方もやっぱりちょっといつもと違うというか、はい、やっぱね、読まれる前としてっていうことですよね。工夫してますね、はい、トリッキーな動きで撹乱させておいて、ここで万事固め、しかしじりじりと雪がロープに進んでいきます。後楽園ホール、大きな手拍子です。これは2人に送られている手拍子。さあ、藤本が対角線に雪を振って追撃していく、ドロップキック、座り込んで雪にクラウチングスタート、藤本が突進する、ドロップキック、畳みかけていきます。シャ
サリバティローリングネックブリーカー抑え込みましたがカウントは2つ。次は何があるか。グラウンドクロスペースに行きます。クロスペースでユキヒを捕獲しました。藤本まだまだまだポジションもねリングの真ん中でいいですよ ね、藤本はこの戦い地元宮城にどうしてもこのベルトを持っていきたいんだと、そのために勝ちたいんだと話していました。強い思いがあります。お極楽固め、しかし素早くユキヒがロープにエスケープしました。やっぱり極楽固めはまあ散々やられてきてますから ね、 そうですね、その威力が分かってるということですよね。藤本が早くもインフィニティを狙いましたがこれは切り返していった。打撃のコンビネーションハイキックは空を切る。藤本ロープへ飛びます。ケブラドラコーヒーローカウンターで決めましたユキヒ。おさらに2ストライク、血を這うような低空の膝攻撃。ユキヒ選手はこう今日はなんか見えてる感じがありますよね。あそうですか、選手の攻撃が、はい、なるほど。しっかりこの藤本の一歩先を行っている、そんな感じさえあります。ブレンバスターやっぱりこう過去近年はこう後輩とか中堅相手での試合が多かったですけど、はい、こうそういう下のことを考えずにこう持てる力を存分に発揮できる相手ということなのかもしれませんね。あなるほど。さあここはユキヒの時間か。ユキヒも攻撃は多彩です。フィニッシュもたくさん持っています。さあこれは雪の結晶を狙いましたが藤本が着地、さらにおっと速い笠道路からおっとフェイントを交えて大きくです。今フットスタンプに行くかと思ったんですよね。そうですね、なんかその辺のこう惑わす感もやっぱり相手が雪選手だからかもしれませんね、はい、パッと今横に逃げてそしてキックに切り替えました。容赦なく蹴りを打ち込んでいきます藤本司。キックの蹴り上げる感もえげつないですね。いやなんか藤本司本気になってきました ね、 そうですね。まさにこのキラー藤本が出ますともう手がつけられません。まあ、藤本選手というのはまあスタミナがまあ無尽蔵ということもあるんでしょうが、どこかまだちょっと余裕があるようなそういう感じさえあるんですが、そうですね、ただまあ幸石選手はその藤本選手は何度もやってきてますからね。そうですね、おうまくテイクダウンさせまして腕をクロスさせて極楽がため決まりました。あこれはまたポジションがいい。幸石が険しい表情、あでも苦しいですね。歯を食いしばって耐えていますが動かなくてはいけない。幸石のセコンドにはこの反逆を支えてきたレブランドエネミーのメンバーがいます。切り返していった、これは変形の三角締めのような体勢です。この辺はじりじりとした攻防です。一進一退、腕を取りました。三角いけるか、抜け出した藤本が抜け出した、そしてうまく移動して、おっとまた極楽固め、そこからまた極楽なんですね。いや今は巧みな入り方でしたね。しかも決まり具合がかなりえぐい感じになってますね、はい、あユキヒがちょっと苦しくなった。今ロープの方をちらっと見ました。いけるか、あっと表情にちょっと吐きがなくなってきました。いいですね、落ちかけているか。でもねセコンドの、ね、ラム会長だとか、はい、尾崎舞香選手の激怒に届いてほしいですね。そうですね、孤独な反逆でしたが、ただ幸姫は一人ではありません。この反逆の中で出会ったレブランデミーのメンバー、ここに来て幸姫に力を与えています。やっぱりねデブランデネビーのメンバーがいるということが、はい、この1年間のユキヒ選手を確実に支えましたからね。そうですね、一人じゃないというそういう気持ちを与えてくれました。さあしかしながらリング内は1対1、試
信じることができるのは己の力のみ。おっと強烈なフォアのエルボーが進んだ。鈍い音が響き渡ります。そしてボツイエルボー合戦というのがアイスリボンの伝統ですよね。ですね。おー、カウンターハイキック。しかしラウンドハウスキックで返す藤本。2人がダウンです。ここからでしょうかね。そうですね、いや藤本選手もハイキックからって厳しいでしょうに、ただじゃ倒れないですもんね。本当ですね。負けず嫌いの藤本司。ダウンカウントが数えられています。先にどちらが仕掛けていくか。あ、相当2人ともきつそうです。おっとスクッと起き上がっていった藤本司。おっと勇気ひもスクッと起き上がる。この人たちの意地っ張りぶりはすごいですね。気持ちがこの体を突き動かしています。両者藤本ローペへ飛ぶ。おー、カウンター。しかし切り返していった藤本がツームストーンの体勢、いやまた体勢を入れ替えた。おっと肩に担ぎ上げて雪の結晶は、あっとアームドロックで切り返した。しかしまた持ち上げる。今度は捕まえたか。おっとインフィニティ、なんと藤本がインフィニティ完工。いやすごい、あの体勢から決めちゃうんですね。藤本司、この底力、そしてビーナスシュートを狙っています。この距離は雪危ない。おっとそれを阻止する、行かせない。おっと雪がウィルウィンド、しかし切り返している。カウント2つ、なかなか決まりませんね、普段の技がね。本当ですね、おっとつかどーら、しかしこれもダメだ。押し潰していった雪日、ドロップキック、ドロップキックで吹き飛ばした。いやこの辺りいかがでしょう。いやすごかったですね、決めさせない中でやっぱり藤本選手こだわりのドロップキック、はい、ここからなんか試合が動く気がしますね。なるほど、藤本の一つの原点の技でありますドロップキック。これでまた主導権を握ったか。サッカーボールキック、蹴りを連発していく。ローペ飛んで正面から、あーカウント1です。ならばともう一発、素早く打ち込んでいった。まだ動き続けます藤本。しかし幸日がその蹴り足をキャッチした。執念でキャッチして立ち上がる、足を抱えたまま投げを打つか。藤本司がこらえている。おコーナーへ叩きつけた。これは強引でしたね。すごいですね、変形のなんかキャプチュードのような格好でコーナーに叩きつけましたね。まあただギリギリの攻防戦です。こういったセオリー以外の技も必要でしょう。いいストライク、えぐい角度で入りました。さらに走り込んでレッグラリアット、カウントが進む。藤本がブリッジで返します。ここからお互いの必殺技が出てくるでしょう。まず仕掛けていくのは幸日。おー、ついに決まった、雪の決勝、幸日カウンター2つ。完璧に決まったと思ったんですけどね。20分経過、30分一本勝負で行われています。さあここから、ここからが勝負。あ、タイガードライバーだ。しかし藤本切り返す、幸日ハイキック、トラスキック、お、そして膝蹴り、さらにバストキック、躊躇なく顔面いきました。えぐい打撃が、えぐいですね。幸日の目が光った。おお、お見渡り、振り越しきのに、これは手応えあった幸日、まや返してくる。いや打撃連発していきますね。すごいですね、でもそれでも藤本司返しますね。藤本司無尽蔵のスタミナ、しかしそれがまもなく底をつきようとしているか。あ、しかし立ち上がってくる。なんだ、ロープに駆け上がってビーナスシュート、ロープ上に
いるユキヒに決めていきました。ここで決めるんですね、腕をクロスさせたということは、おっとジャパニーズオーシャンサイクロンを狙う、スワーッと拒絶します。おっと膝、サイクロンを狙っていきましたね。そうですね、まあ、あれを食らったらもうやばいというところで、はい、ユキヒ選手もかなりがむしゃらに抜け出しましたね。サイクロンは破壊力抜群の技なんですが、ただ入るまでがなかなか難しい技、未遂に終わりました。ユキヒが走り込んで視線孔、藤本がさあロープに逃れました。まだタイガードライバーありますね、ユキヒは ね、 そうですね、このタイガー強敵を倒してきたタイガー、あーしかし切り返した裏カンラドで藤本司切り返した、まだついています、走り込んで、おっと今度は決めた、藤本がスカドーラー、あーダメだ、いやー今いい入り方でしたけど ね、 藤本がそばっとロープへ飛ぶ、お太陽ちゃんボムをいった、太陽ちゃんボム、これはどうだ、これも決まりません。ユキヒ選手すごいですね、この畳掛け返すんですね。藤本も全て出し切る覚悟、また潜り込んで肩車いけるか、うわいったぞ、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド決まりました。最後はサイクロンで藤本勝利、いや決まりましたね、決まりましたね、まあ、藤本選手も本当に出し切った感じのスリーカウントでしたね、まあおよそ考えられる藤本の全ての必殺技を出し切ってユキヒを破りました。2度目の防衛に成功です。今ユキヒ選手的には、ね、タイガードライバーとスノートンボムを防がれたというのがやっぱちょっと厳しかったですね。そうですね、新しいベルト、新調されたこのインフィニティのベルト、これがまた藤本司の腰に戻ってまいりました。いや、ユキヒマヤを超えた、これは大きいですね。大きいですね、もうね、まあ、新しいベルトが本当にどん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 藤本色に染まってきてますね、はい、鈴木鈴から奪った、奪い返したと言ってもいいでしょう、このベルト、また藤本の腰に戻ってきました。ユキヒを下しています。全てを出し尽くした、まさにアイスの黄金カードと。